早く早く、え、ほっはっほっせいすい。おはこんこんあきです。今回もアークモバイル実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はこのダンジョン、イージーダンジョンですね。まあ今回はテックインプラントチャンバーがありますね。まあ全部持ってるんで正直ちょっとね、まあね、テックインプラントチャンバー持ってない人は行くべきだと思いますので行きます。今回ね、予習3回ほどやってます。はい、2回とも、奈落に落ちてますね。はい、今回は気をつけていきたいと思います。さあ、こっちではなくてあっちっすね。さっきね、左側を制圧しようかなと思います。いて、あ、持ち物はこんな感じ、いつも通り。うん、今回ちょっとこの肉はね、あのペゴマスタクスがねいるので持ってきています。ちょっと視点が、いけペッパーマン。この罠がねちょっと嫌いっすね。毎回怖い。いけるかな、いけるかな、来ないで。よし、危ね、危ない。よし、今回ちょっと奈落行くのがねちょっと悩んでるんですよね。よしよしよし、あらぬような思考のサドル。今回はね即死壁がないので、まあ大丈夫かなと。今回ちょっと FPS 視点で、はい、入って速攻右、ペコマックスタックスですね。これガードしてもね物盗まれるんで、もう正直ずっと取っときましょう。もうどうせ腐った肉しか取られないんで、よいしょ、急いで回収します。よいしょ、取られてねえな。 OK、 まあ基本的にそんなに難しくはないですね。よいしょよいしょよいしょ。さあ、腐った肉を回収するのもなんか嫌やな。よいしょ、早く打ってくれ。よいしょ、ウェーブは4つかな。よいしょ、腐った肉回収するの嫌やな、なんか。はい、これね初見でね一回行ったんですけど、見事回復取られて死にましたねはい、終わりです。さあ、もう正直肉いらないんで、何なんか取られてるかな。一回ちょっと、ああよかったよかった、ここでね肉は全部捨てておきます。 OK、 ちゃんとねセットします。今回ボス戦でね、すげえ昏睡値上げられるんで、昏睡のやつを持ってきてます。よいしょ、すんごいダメージ受けてんな。よいしょ、おベッド、ちょっとあれなんですけど、こいつのレベル145150欲しいんで、ちょっと周り見ながら行きましょうか。よいしょよいしょよいしょ。あとねこれ道中にねダイヤウルフいるんですよね。これあんな感じでちょっといらん。この先まっすぐ、ちょっと私嫌いな溶岩ゾーンなんで行かないですすいません、行かないです。 OKOKOK、 即死壁ない代わりに、あの落ちる消える足場がたくさんありますので注意してください。私は嫌いなんでちょっと極力行きたくないです。よいしょ、じゃあゆっくり行こう。 OK、 さあ次はまっすぐ行きます。よいしょ、ここまっすぐ、痛いね。まあイージーダンジョンのくせにねアスレチックが多いんですよね。ここなんで来んの、痛い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 。こんな感じでね、防具結構削られます。
よいしょ、OK。 あー怖い、普通にダイヤウルフいるんで気をつけてください。見て、よいしょ、ちゃんとねマップを見ながら行きましょう。こっちっすね、よいしょ。ちょっとねトラウマなんすよね、消える足場が。よいしょ、あ本当にあれ苦手なんすよね、どうやって行くんだろう、極力やりたくないんですよねあれ。よいしょ、でこっちかな、ペゴマスタクス、おー、ベルゴルニス、ベルゴルニスっていうね。よいしょ、あースタミナがやっぱ早く入れるね、ブリブリと。よいしょ、めっちゃダメージ受けてんなどっかで。どこだ、あお前たちか、うわえぐいわ、生々しいダメージの受けてる時の声が聞いてられへんマジで。よいしょ、よいしょ、さあ次ですね、痛い、はい次、あダイヤウルまたおるわ、150、はい、どうする150でもね、まあ自分あの強者3持ってるんですけど、まあ一応1個持っていこうかな。はい、ここですね、 VS カルノタウルスやります。3体出てきますね、3体のウェーブ4です。ここは剣を使います。ショットガンでも勝てるっちゃ勝てるんですけど、まあ今回は剣を使って、まあカルノタウルス攻撃するとき一瞬隙があるんで回っとけば最低限のダメージで済みます。攻撃するとこいつが止まるんでね、まあ色がねそんな好きじゃないんですよね、ちょっと低くなります。さあ周りこいつか、さらに一回始末しておきたいところ、あ寄ってるよかもしれないんでちょっとね注意してください。両下右上にマップあるんでマップずっとダメにしてくれて大丈夫です。カノンタウスのインプラントは 2個ぐらいねあったんでちょっと今回は回収はなしです。まあそんなダメージはでかくないかな、でも装備の耐久値がゴリゴリ削られそうなんで注意が必要です。はい、あと1ウェーブ場所変えようか、ショットガン使いたいね、なんかじゃあ気分にショットガン使えるようになった、足変えようかな、あーちょっと縁が悪いね、よいしょ、これ柱をねこうやって利用して、これねアークモバイルの悪いとこですね、近すぎたら攻撃当たらないんですよね。よいしょ、振り向きがちょっと、よし、あと1体、よいしょ、次どこ行くんやったっけ、なるほどなるほど、はい、クリアです。次は下っすね、ペルペペペラゴルニス、よいしょ、こんな感じでいるんですよ、まあ、こっちには来れないんじゃないかな確か、まあね一発と、まあ、近すぎたらまたねあの当たらないあれがあるんで、
カットするか。もうなんか生々しいね、ずっとなんかダメージ受けてんの。よしよし、帰ろう帰ろう。痛いわ。よし、じゃあ帰りはちょっとカットします。はい、戻ってきたらね、あのね、カメラ撮ってなかったんですけど150折った。150折ってラッキー。お前は敵なのか、敵ですのか、やめて、カメラ、昏睡してる、今一瞬昏睡ダメージ入った。ちょっと待って、今なんか気のせいか。ラッキー150ゲットだぜ。いただきます、150いただきますと。さあこっからなんすけど、あ、でも初期地点ちゃうわ、まだ初期地点ちゃうかった、嬉しすぎてカメラ回したわ。はい、初期地点戻ります。カットはしないです、もうなんかね、カットするのはめんどくさいんで、一時録画ボタンを押すのがすごいなんかのめんどくさいんで。はい、ここですね、第1嫌なステージですね。僕はバックアップを所望します。ごめんなさい。カット。はい、バックアップ終了です。これね苦手なんすよね。1,2,3 で、トンボ持ってるんですけど、あの予習の時2回して2回とも死んだんですよね。だからちょっと嫌だ。規則性があるのか、ちゃんとドンドンドン。なるほどね、いきます。ちょっと次のこの足元出たらいきます。ほっ、早く早く、えほっはっ、ほっ、すい、すい、うわあ、出られ。なんでやねん、もう。はい、やります。テンションだだ下がり。よし、落ち着け。トンで、で、ジャンプ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 、いけたよね。左側は同じ、左側が、あ、真ん中入ってないな、あれ止まっとるか。え、左の方が良き、ちょっと待って待って、左の方が良き。2つ目3つ目飛ぶ、4つ目飛ぶ、待つ待つ、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、絶対あっちやわ、こっちだわ。よいしょ、はいはいはい、4つ目待つ、慌てるな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 、あ、絶対来る、え、来る来る、ほいしゃー、ねねねねねねねー、よし、手汗びっしょり、怖え。もうちょっと怖いな。で、ここはね、扉です、いいな、うん。これも汚いね、これもダメージ受けろってことやで。いやーよかった。あー、ね、こっちとこっちがある、まずこっちか。あ
よっしゃ、元気なくなった。鼻かゆくてね、リスポーンしてる時もちょっともう鼻かいてた。さあ、またダイヤウルフォンの拳、なんでリロードした。いやだー、めたた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 、くるっと一回転、ポンポン、よし。おい、どこ行った。よいしょ、お前レベル高いやねげー。よしよし、まああとはね、ボスぐらいかな、警戒するところは。はい、何思考の、あ、いいねいいね。3セット目のね、あの鉄装備を作ろうかなと考えてまして、防御力高いやつをね、どうしよう、こっちですね。生々しい、ずっとダメージ受けてんの。こっちか、こっちは OKOK、宝箱ゲッチ、投げ縄。はい、ここなんですけど、ティタノミルマかな、あの飛んでる羽と、あと歩いてるやつですね、飛んでるやつを先に倒します。歩いてるやつを最初に倒します。ソルジャーの方ですね。ドローンは飛んでるやつなんで、よいしょ、まあゆっくり歩いてるやつ探しましょうか。いや怖いな、あ、いましたね、あいつ。くるくるして、このね、飛んでるやつはね、あの無限脇なんで注意が必要ですね。はいはい、終わったね。オッケーオッケー、こいつのインプラント回収できないんですよね。なんかちょっと欲しいなーと思うんですけど、世の中そんな甘くはないと。よいしょ、はいはいと、はいと、終わりです。簡単ですね。あ、言っちゃだ、簡単は言わないって言ったのに。こっち、あれ、こっちか、あれ、こっちか。よしよし、宝箱。お、この色かわいいな。よしよしよし、まあ、簡単っすね。あ、待て、ちょっと、出現のオンパレードやね。さてと、即死壁ないのが本当にね、あのストレスがかからないんですよね。即死壁はね、本当にストレスがたまるね。ないだけでちょっと気分が楽で、このあ、はい、失礼します、失礼します。あー、やっぱね、録画するときあるじゃないですか、こうやって実況撮るとき、すごいね、たまにやりたくねえなーっていう時があって、本当にこういう即死壁ないときはね、よしやろうかってなるんですけど、即死壁あったらね、やっぱちょっとなんかモチベーションがね、下がっちゃうというか、なんていうか。よいしょ、 OK、 ちょっと怖いね、おかしくっとか。次、アラネオモーフスですね。アラネオモーフスですね。だんだん強くなっていきますので注意が必要です。さあ走ろうか、多分後ろか、脇は、あれ、最初ね、ちっちゃいんですよね。どにる、え、どこ、あ、おるわ。ここに柱があるんでね、ここで戦いたいところなんですけど、投げ縄を効くかどうかなんですよね。効いたら楽。あいつね、あいつ、あいつ、自分の親指で見えない。よいしょよいしょ、はい、いいね。洞窟のさ、このダンジョンのカラーめちゃくちゃ好きなんですよね。あ、向こう遠いわ、コーヒー飲みますわ。うめえよいしょ。まあ、あの最初糸吐き行為、ここにいたら食らわないんですよね、この前の死体が邪魔で。食らうわ、
あ、ご苦労様ですわざわざ来てくださりありがとうございますさて、どっちが来る？あ、やっぱ雲は雲なんや。あ、この色かっこいいな、紫。紫かっこよ。なるほどね、これ湧くペースが早いんか。そこに湧いてない？お、あ、お前は結局雲なんやあ、やばい、お前は結局雲なんやな。大きくなってもこのちっちゃい投げ縄ごときで捕まるやつなんやクソ煽る色は好きなんですけどね、あのこのスティレス効果がつかないんですよね、ダンジョンさんの雲って。いや、まあ、ついたらついか、痛い。よしよしよ、まあ、あとはあと1回バトルですね。ディロフォサウルスとアラネオモウスのセットですね。あれは、ディロフォサウルスを投げ縄で止めたらもう、あとはもう、ただただ、ショットガンで撃ち続けるだけなんで。その前にね、右側行きます。結構広いね、こうやって見たら。よいしょよいしょよいしょ。やっぱスタミナのやつ持ってくるべきだね。時間かかってしゃあない。よいしょ。よいしょ。よいしょ、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 スタミナ回復。いた、ピキッつった。飲もうかこれ飲もうか別にね、敵がいるわけでもないし、いるけど、んこっちか、マジで方向音痴。ダイヤウルフいないことだけを祈って走ります。いやー、即死壁ないのがマジで楽。あ、どうもどうも君、あ、レベル110いいですね。リトルサウス、うよ、いいね。今回なんかダンジョン道中のやつのレベル高いっすね、意外とね。こいつらとかレベル90とかあるし、いいね。でもね、間に合ってます間に合ってます。こっちこっち、うわー、なってめ、それだいぶ好きやぞお前、バカ野郎、バカ野郎だ、バカ野郎だ、バカ野郎、バカ野郎。よし、OK、楽っすね。よいしょ。これね、めちゃめちゃ注意なんですけど、痛い。上から行きます。ここね、これどこやったっけ、ここ右行きましょう。左からね、上がるとね、トラップがあるんで、しかもここ水遊び場があるんでね。ここに多分ヒルがいるみたいな話聞いて、うわ、あ、行くたお前さ、お前さ、なんかこれどうやってんの、どうやってんの、どうやってんの。初めてヒル使うの、めっちゃびっくりした、めっちゃびっくりした。ちょっと待って、写真撮らせて。お、お、お、あのね、あのね、めっちゃびっくりした。これ血吸われるんですよね。確か、なんか、なかった、これで取れるとかなかった、はい。あ、どうやってんだろう、はい、ね、これ共存、共存っすか。あ、まあいいよ。一緒に行こうぜ。一緒に行こうぜ。死ぬ時も一緒やぞ、お前。よいしょ。まあいいや、じゃあもうなんか、一つも二つも関係ないやろ、もう。まあもう一つだろうが、もう三つだろうが、そんな関係ないもんな。よいしょ。あ、来いよ。はい、見ただけかよ、お前。まあいいわ。お友達ですよ。まあまあ、別に。いや、初めてだな。嬉しいな、アヒル。死ぬほどびっくりしたけどね。二度と忘れねえよ。どうも。あれ誰、お、あ、びっくりした。お、いきなりなんかお友達になったと思った。よいしょ。はい、オッケー。
いや、ヒール、あ、どうもどうもどうも。あ、どうも。あ、吠えてる暇ないっすよ。ありがとうございます。うわー、どうしよう、ヒールだ。よいしょ。見えねえな、ヒール、お前。邪魔だな。ここにもいたりする?どうも。あ、ヒール?いる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 。あ、着いた。着いた。回復99個あるから別にいいけどね。おもろ。なんじゃこいつ。初めてだ。ヒール。これさ、取れねえんだろ?確か、なんか焚き火みたいなんで、ダメージ受けながら取るみたいな話聞いたんですけど、あれ本当なんかな?体力結構いかれんねえ。なんか解毒剤がいるみたいな話を聞いたんですけど、どうなんすかあれ。あ、めっちゃ邪魔やな、でも。あー、すげえ邪魔。気持ち悪。気持ち悪。ああ。なんか、リスポーン、デスポーンとかしてない?まだおる?さすがにおらんな。頭についてほしいよね。つくなら。よいしょ。これ回復をこまめに取らないと死んじゃうっすね。いや、まあね。面白いね。これ考えたアーク楽しいね。いいね。好きだよ、結構。こういうの。よいしょよいしょ。いや、スタミナも結構持っていかれますね。よいしょ。よいしょ。エッサ、ホイッサと。なるほど、なるほど。ちょっとなんか、邪魔だね。ちょっと邪魔だね。プラプラしてんの。よいしょよいしょよいしょ。まあ、回復と。これさ、ダンジョン終わってからもついてんのかな、ヒルって。よし、じゃあ、ボス前の VS ディフォロサウルス。あ、踏んじゃった。よいしょ。ちょ、なんか視点変えれない。なんだなんだ、あ、そうか、持ってるからや。なんなんなん、また引っかかった。なんだなんだ。よいしょ。あー、結構削られるね。アークモバイルってすげえ、なんかダメージ受けてる時の声とかめちゃくちゃリアルよね。お水飲みます。はい。まあでもそんなに、別に影響がない。投げ縄持ちます。投げ縄?よし。我はヒルと共にいるぞ。この前、予習時代ここに出たんですよね。ギルフォア。はい、いたいたいた。はい。よいしょ。よいしょ、終わった終わった。まあこれは剣で大丈夫ですね。思い出したわ。まあ剣で大体結構。何?あ、重たいんや。こいつら重たいんや。なるほどね。いらんものをちゃんと置いとかないと。よいしょ。いや、いいね、ヒル。ヒルもなんかちょっとアクション起こしてほしいですね。結構何、うん、もうお前びっくりした。よいしょ。ちょ、マジ本気で。マジの。マジのやつだからね。まあ別にヒルがいたとしても、ね。デックライフル。やるんよ、いっぱい。こっちがね、ボスですね。その前にちょっとあっちあさりに行きましょうか。いやー、気持ち悪い、ヒル。プランプランしてるような、画面酔いそう。ちょっと、気持ち悪くなってきた。よしよしよし、痛い。
スタミナも減る感じか。あーおー、びくしょ、もうお前さ、ほんまにさ、やめてなあ、僕怒るよ。ねえねえねえ、怒るよ、ほんとに。いい加減せんと。なあ、てめえ。なあ、お前な、何がワンやねん、お前。犬やないけ。この野郎。この野郎がマジで、お前。びっくりしたわ。よっしゃ、ボス戦入ります。よし、こっちか。はい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 。いや、昼はね、わかんないね。ボスがね、なんか、ノーダメージクリアできないんで、ちょっと怖いな。結構、割と走っ、めっちゃおる！ちょ、待って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 。ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。よいしょ。あと何体、あと2体ぐらいおるね。あ、これやばいやつ。よいしょ。まだおんのかい。当たってないの。よし、これであと1体どっかいた気がするけど、この角っこに。よいしょよいしょよいしょ。ちょっとね、何回も良くないんですけど、バックアップ取ります。ヒルがちょっと怖くなってきた。はい、バックアップ完了でございます。あれ？ヒル？ヒルが、あれ？ヒル消えたわ。あれ？ヒル消えたわ。アビスタ興奮台なんだと。あれ、ヒール消えたが。まあいいわ。まあいいわ。はい、ここで、我が、ペッパーマンになります。さあ、よかったら出てくれ、あれ。出るわけねえよな。さあ、変なおっさんですね。まあ一発おはようと。ここなんですけどね、実は攻略するとこ行って、うんこ投げんなよ、お前。よいしょ。あ、なんでカメラさん。あ、これ当たらんの？当たらない。当たらんの？どこだっけ？なんかすげえいいポジションがあったんですよね。まあいいか。あーれー、いた。ちょっと待って、回復はね。なんかもうゴリ押しすっか。なんか剣でも倒せるみたいなやつ聞いたんすよね。よいしょ。まあこの樽攻撃の時はもう、庶民、ケツガラ空きなんで、よいしょ。よいしょ。あとね、このビール入ってる時になんか、スタミナがね、減るっぽいんで、皆さん気をつけてください。私みたいにゴリ押しで、お前のケツに注入、注入。これ逃げてる時は体力回復してるらしいんで、落ち着いていきましょう。よいしょ。うん、初戦の時は、正直乗りました。画面酔いを。あ、これボスにしたらね、多分弱いと思うね。ちゃんと体力、自分の HP 管理ちゃんできてたら多分負けはないと思うんですけども、どうですか。あ、このうんこ攻撃やばいっすね。終わった。あ、弱。ちょっと気になった、ここなんかすげえジャンプしてんだった。んこれか。おお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 お
え、これ、うわー、ちょっと待って、死ぬ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 、すげえ、飛ぶんだ、いや、すげえ面白。というわけで、今回はダンジョン攻略してきました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あ、ちょっとダメだな、これちょっと取れねえわ。はい、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。今年中にね、登録者1000人目指してるんで、よろしければチャンネル登録してください。では次回の動画でお会いしましょう。バイなら。バイバイ。楽しそう。最後一回飛ぼうぜ。飛ぼうぜ。ここだね。え？え？うぅー！